ポスト文字社会の新しい肉ことマルドロールです。今回はフランスの思想家シャルル・ペギーによるクリオ歴史と異教的魂の対話を読ませていただきました。フランス中部オルレアンの貧困な家庭に生まれ、苦学して最難関の高等教育機関であるエコールノルマルに合格するも、あっさりと退学して社会主義運動へと身を投じたかと思えば、活版印刷術を学び、雑誌半月世帳を独力で発行、20世紀初頭の論壇を牽引し、後年はカトリック信仰を回復して、ジャンヌ・ダルクが主題の刺激などを物した人物です。過激な左派の論争家とも、敬虔なカトリック作家とも、ピエール・ブルデューに先立つ貧しきノルマリアンとも言える多面的な書き手ですが、あえてまとめれば、当時の込み入った政治状況と体制に反抗する中で、特異な神秘的社会主義、信仰と社会運動を両立させるカトリック左派という独自の立場を貫くに至った、割とかなり変な人です。ざっくり、ペギーが生きたフランス第三共和制は、普仏戦争での敗戦やパリコミューンの弾圧といった混乱をことすべく、帝国主義的な植民地政策で国威発揚や愛国心の醸成に腐心していた世代だったのですが、パナマ運河帰国や金融恐慌による反ユダヤ感情が高まる中、ユダヤ人陸軍将校ドレフィス大尉に対する軍部の冤罪裁判疑惑、その告発から発展した国内を二分する王党派と共和派の一大政治闘争ドレフィス事件が巻き起こり、ペギーはあくまで社会主義への熱意から国家に押しつぶされた一個人を救済せんとドレフィス支持の再審要求運動に参加するも、再審判決は特赦、ナーナーの政治的妥協点に決着し、パリ万博の開催、ベルエポックの大衆社会化の空気の中で騒動もうやむやになってしまい、結局右翼勢力はもちろん政治的利益のためにドレフィス擁護を演じた共和派左翼に対しても幻滅したペギー曰く、事件は神秘に始まり政治に終わった。神秘、つまり邦友ベルナール・ラザールの影響からドレフィス支持運動の精神にフランス、ユダヤ、カトリックの三位一体をなす独自の神秘的ナショナリズムを託しながらも、複雑な政治情勢にそれを踏みにじられたペギーがこのドレフィス事件の苦い記憶を後年振り返り、日付と人名と史実だけが記録され、事件の背景や当事者の葛藤は後の世代に忘れ去られてしまう出来事の内実を取り逃す歴史的記載の無力に思い至って、第一次大戦で戦死する前に書き残した歴史批判の書がクリオということになります。時間から生じるもの一切、つまり結局は神羅万象が時間の印と時間に宿った欠陥の印を刻まれている、そうなってしまうとレプラか、さもなければ大罪ではなくなって、いいことペギー君、レプラと大罪の両方を抱え込むしかない。ギリシャ神話の歴史を司る女神クリオ、不老不死のムーサをあえて死期迫る老女として描き、歴史自身に歴史概念を批判させる中、モネの睡蓮にまつわる芸術論やユゴーの懲罰詩集の隠律に関する分析なども挿入され、今度はペギー自身の自伝的回想がクリオの口を通して語られたりと、要は特異な歴史的哲学と緻密な文学史的記述とペギー自身の回想録が同一主題の執拗な反復と変装を特徴とする異様な文体の中で絡み合い、一切の章立てもなくペギー君と歴史ちゃんが延々とイチャつき続けていく、ほとんど独白スレスレな自己内他者との対話編というかなりヤバい異形のテクストなんですね。そこで中心となるのはベルクソンの持続概念を引いて語られる老いという概念でして、算術的な時間認識によって出来事の輪郭をしかなぞれない歴史に対し、早期によって過去の出来事を内部から生々しい現実として生き直しうる老いの作用、これが歴史に変わる思考法として様々な角度から考察され、また老いにまつわるペギーの時間がクリオへと託されていきます。パラフレーズするよりは文体に身を委ねる方が楽しい本なので、今回は自分の好きな部分をひたすら朗読させていただきます。でも私は年を取りすぎてしまったから、老境そのものが太古の闇に沈んで見えなくなった。あなたはいつだって私の言うことが冗談だと思い込み、人前でもそう吹聴している。私は冗談を言ってばかりだし、しかもそれが間の抜けた冗談ばかりだと思っている。間の抜けた冗談をあなたはさらに愚劣な冗談に変えてしまう。私の話を人に伝えることで、不幸な身の上を私がどれだけ悲しんでいるか、そしてざれ言にしか聞こえない言葉の陰にどれほどの苦しみが隠れているのか、あなたにも分かってもらえたら嬉しいんだけど、私は永遠の生を持たない哀れな老女、いてもいなくても同じ、ボロ切れと変わらないから、古雑巾も同然の老婆だから、あり余るほどの過去を鼻にかけ、それでいて自分は空っぽだということを、もちろん自分でも認めるしかないこの私には、だから一切の未来がない。
私たちには好き放題に間の抜けた言葉を好きなだけ吐き、好きなだけ間の抜けた行動に出る自由が認められている。しかも言いたいことしたいことは山ほどある。そして状況が最悪になるのは、私たちに言いたいこともしたいこともなくなった場合で、その時はまさに最悪の局面を迎える。何しろそこにあるのは忘却であり、忘却とは死の前触れに他ならないのだから。恐ろしいことよ。違うかしら。私たちは勝手放題ができて、私たちには法外な権限が認められていて、ホメロスを誤読し、天才の手になる作品から冠を剥奪する権利があるだなんて、考えてみるだけで恐ろしい。最高の天才の手になる最高の作品が、世紀の嘘だ過去の異物ではなく、森の巣穴に住む小さなウサギさながらに生きたまま私たちの手に引き渡されるだなんて、考えてみただけで恐ろしい。またとりわけ、私たちの手から作品を受け取ったのと同じ手から、世紀の嘘だこの両手から作品を取り落とし、忘却に委ねて、その作品に死を注ぎ込むことすら私たちには許されているだなんて、考えてみただけで恐ろしい。ここには身の毛もよだつほどの危険がある。違うかしら。身の毛もよだつほど過酷な運命がある。またとりわけ、身の毛もよだつほど重い責任がある。歴史と歴史の領域とをめぐる本来的な謎。歴史の根底には不正義がある。歴史の領域もその根底には不正義がある。それを認めないのは安価な道徳商論だけ。わかるわね、坊や。程度の差はあるにしても、どれも必ず大学関係者の匂いがして、初等教育と中等教育と、それから高等教育でも使われ、さらには学校現場の層でも使われる道徳論の型本や、世俗的で公民的で道徳と公民精神を叩き込む有益な、つまり人間形成と教育の普及に資するような、教育的で国家的で簡略かつ簡便、真っ向臭いところもあって、読めば勇気が湧いてくるばかりか、大学入学試験資格や、さらには高等教育修了証書の取得に向けた受験勉強でも重宝する解説書は、万事丸収まり、全てが解決し、正義の人が地上で幸福を得て成功を収める。だから時間中を支配するのは正義なのだと説いている。古代史と向き合った時、歴史を語ることができない理由は天気が足りないところにある。現代史と向き合う時、歴史を語ることができない理由は天気が多すぎるところにある。古代の世界については情報が足りない。現代の世界については情報の不足が足りない。古代の世界では日が昇ることは絶対にない。現代の世界では今日も早々と日が暮れたように、いつも決まって夕日が落ちる。そして私は満ち足りた一日を送ることが絶対にできない。私が一日の仕事をやり遂げることは絶対にないばかりか、いつもながら平凡に、いつもの平凡な一日を送ることも、平凡な一日を平凡なまま受け止め、どこにでもいる労働者のように、畑を耕す以外これといった取り柄もない農夫のように一日を過ごすこともできない。あなたにはこのジレンマから私を助け出すことはできない。私は愚かであるか、あるいは不実であるか、どちらか一方でしかありえない。ということはつまり、二様の愚かさのうち、どちらか一方を選ぶしかない。私たちムーサが求めるのはただ一つ。義にかなった埋葬の他にない。貧しくみだらな現代的収束について、あれほど愚かで、あれほど従弱な陰頭について、あまりにも貧しい想像力から生まれた陰頭について、その責任をすべて転嫁されることに、私たちは辟易しているのだから。どれほど大きな悪兵に染まろうと、旧体制が金銭の天下だったことは一度もない。確一的に、また全面的に金銭の天下だったことは一度もない。現代の世界と体制は金銭の天下そのものだというのに、どんな遠慮もなければ限度もつけ入る隙もない金銭の天下、贖いようのない金銭の天下。老いし日に知恵はない。老人は歴史家だから。そして知恵もあるのは若者の方。若い頃は力があるから。そして老いし日に知恵はない。力がないのだから、もちろんそういうことになる。どうしてあなたはその老人があなたのために葬儀してくれると思ったのかしら。そもそも老人は自分のために葬儀することすら絶対にないという。できるわけがない。それに万が一できたとしても、実際に葬儀するとなれば恐ろしくてたまらない。老人は葬儀することを最も恐れている。自己の内面に降りていくことは人間にとって最大の恐怖だから。どうしてあなたはそんな老人が記憶を働かせ、きっと一つの作品に仕上げてくれると思ったのかしら。つまり自分の殻に閉じこもったまま、持続の中で年を取り、老い、可動的な点に追いついた最後、テコでも動かない老人が自身の記憶に飛び込み、その深みに沈潜しながら、過ぎ去った年月の厚い堆積層をいくつも通り抜け、堆積層と堆積層の間に埋もれた二度と戻ることのない年月の層も通り抜けて、今では遠くなった青春の日々に達するなどと、どうしてあなたは思ったのかしら。それにあなたは少年期や遥かな青春がすっかり遠のいてしまった今、内側から本当の自分を見る内面の旅が老人を楽しませるとでも思ったのかしら。楽しいわけがないでしょ。
老人は外的に、地理学的に、地形学的に、年代学的に、時間測定的に、要は歴史的に自分を知る方が望ましいと考え、少年期や青春に対して一定の距離を取る。現地で作業するよりも地図上で作業した方が望ましいと思っている。地図の方が明瞭だし、自分もその方が気楽だから。そして必要とあらば地図の方が現実に近いと言い出しかねない。人間は一体どうなるのかしら。算術をそのまま適用したら、そして40歳の男を襲う無残なまでの優秀がただ続くだけでなく増大し、10年ごとに銃をかけてますます大きくなるよう定められているとしたら。でも実際はそうはならない。何が起きているのかよく見てごらんなさい。優秀は持続しない。でもそれだけではない。優秀は残存しない。でもそれだけではない。さらに言うなら、優秀は増大することもない。でもそれだけではなく、優秀はたちまち優秀とはとても思えないものに変わり、50年生きた人間、40代を超えた人間にはそれが優秀であることすらもはや認識できない。必ず確実なことにたどり着くから、注意を怠らず自分の記憶を探りなさい。記憶の中を覗き、虚心に見てごらんなさい。いいから見なさい。直接という言葉が意識の直接予見についての指論で使われたのと全く同じ意味で直接見てごらんなさい。時間のすべてが同じ速度でまた同じリズムを刻みながら過ぎるわけではない。誰にも否定できないこの事実に納得がいくだろうから。そして特筆すべきなのは、40歳の節目を超えるとすぐに心的な性は流れが早まり、性の消費がいわば加速し、性の弛緩が加速どころか急加速することだと思う。努力が報われない問題に取り組んで成果も上がらないまま、何年も前からそれこそ何年も何年も考え続けたのに、得るものはないし一歩たりとも先に進むことができない。そんな解けないように見え、また実際にも解けなかった問題の数々がどういうわけか突然問題として存在すらしなくなる。何年も何年も、10年、15年、20年、そして30年もの間、あなたはある一つの問題を解こうと全身全霊で取り組み、それでいていかなる解決も見出せずにいる。ある一つの病気を取り上げ、病院の救命に全身全霊で取り組み、それでいていかなる薬も作れずにいる。そして民族全体が全身全霊で取り組む。さらに幾世代もの人間が全身全霊で取り組む。それなのに突然取り組んできた問題に背を向ける。気がついてみれば、世界はすっかり様変わりしていた。もはや同じ問題が生じることはなく、もはや同じ困難に遭遇することもなければ、もはや同じ病気について考えることもない。何も起こりはしなかった。それなのに何もかも新しい。何も起こりはしなかった。それなのに古いものは一切存在しなくなり、古いもの一切が無関係になった。それに自分は何の問題に取り組んできたのかということすら思い出せなくなった。そして覚えてすらいない問題にあれほどの情熱を燃やしたことに感嘆する。つまり結局のところ、あれほどまでに青春を燃やしたことに感嘆する。そして感嘆すること自体、人が置いた印に他ならない。何も起こりはしなかった。それなのに世界は相貌を変え、人間の悲惨も変わった。自分は何を語ってきたのか、自分で自分に問うてみる。それなのに何も思い出せない。私たちは歴史を持たない。そして歴史の無縁だからこそ、私たちは歴史を持たない者がどれほど悲痛な立場に立たされているか、そのことを知るのにうってつけの位置にいる。不意の出来事はどこにもない。何も起こりはしなかった。それなのに突然、私たちは自分がもう以前と同じ時計集ではないことを実感している。あなたにも分かってもらえたら嬉しいんだけどね。私が若かった頃から見て、世界がどれだけ年を取ってしまったか。遠い昔の話だけどね。最近、気分は完全にベンヤミンの歴史の天使で、ものすごい速度でひたすらに渦高く背後に積み重なっていく瓦礫の山を呆然と振り返り、ぼんやりと見つめ続けているような生活でして、ただ一つの問い、ただ一つの脅迫観念に今なお囚われ続けている感覚があり、年をとっても根本は変わらない。何も起こらなかった。何も変わらなかったはずが、いつの間にか何かが決定的に終わってしまっていた。何か困難な問いの困難さが臨界点を超えて、ついには忘れ去られてしまったような時代の肌感には身に覚えがあるわけです。歴史どころかメディアイメージの絶え間ない変化にさらされ、新たな記憶を作ることさえできない記憶障害モデルで今の人間を把握できる側面があるとすれば、言ってしまえば小林秀夫的な危うい詩的同一化であれ、思考とキャラクター表現をいかに接合して出来事化できるかと試みている次第です。脱政治的な人間の絶望を行動の人ペギーに託すのも不損ですが、あらゆる政治的局面にコミットできず、歴史的出来事から離れてボンクラとして生きるしかなくとも、それでも人間は老いてしまう。そこで取り残される個人の記憶、個人の神秘を
いかに背負って語りうるのかというところを重ね合わせて平成の終わりに重い一冊でした。最近年を取ったような感覚を覚えている方はぜひ